渡辺かなえ昭和7年7月18日は、日本の医師、政治家、海洋委員委員長、衆議院議員を2期務めた。野口秀夫の左手を手術し、野口に医学の道へ進むきっかけを与えた恩師として知られる。道の区国川沼郡のは出身。父は、漢学者、渡辺重彩。父に漢学を、 高島海門のアイシャドウで洋楽を学び、大学南校に進んで英学を、さらに、岩佐淳に指示して、医学を治める。明治10年警察医、陸軍軍医試験に合格。西南戦争に、新戦旅団第四大大府軍医師補として従軍した。明治18年女性の髪型について、経済面、衛生面から即発を広める運動を行うほか、尾崎幸夫。 田口浮きちらと英語会を組織したり、大日本衛生会、東京医会に属して活動した。明治19年にカリフォルニア大学医学部に留学し、卒業後の明治21年、サンフランシスコで開業した。渡辺は海外で医師として開業した日本人の講師と推測されている。父の死に伴い、明治23年に帰国し、藍津若松市で、 会用委員を開業。明治25年、当時高等小学校の生徒であった、野口政作の不自由な左手を手術した。これがきっかけで医学の素晴らしさを知った野口は、自分も医学の道へ進むことを決意し、高等小学校を卒業した後は、会用委員の所生となって、住み込みで働きながら、 医術開業試験を受けるために上京をするまでの約3年半にわたって医学の基礎を熱心に学んだ。軍医として日清戦争及び日露戦争にも出征した。福島県の地域医療に力を尽くしたほか、明治35年の第7回衆議院議員総選挙では、若松市選挙区で立憲政友会から立候補し当選。厚生行政の分野で活動した。 明治39年には上京し、青山南町で日本初のラジウム、治療専門医院を開業したが、異病のため、大正6年に帰郷し、競林寺町で再度開業。娘2人が、ロバート W ・アーウィンの2人の息子とそれぞれ、結婚した。孫の1人は、第二次大戦で、戦死、もう1人の孫、アーウィン・ユキコは、死圧死となり、 英語による視圧の本のほか、自伝、フランクリンの果実を上司した。大阪賃大付評第8連大副官、大阪医学校教頭、大阪医師研究会会長、東京憲兵第一大隊医官、軍医学会幹事などを歴任し、陸軍三等軍医生にて、予備役となっている。地商会会員。出生新選旅団編成人員表明治10年7月。 A.B. 渡辺かなえ君衆議院議員陸軍二等軍異性、立身、松室富信用公録。第12編、合図の英学渡辺かなえハット A.B.R.O.B.E.R.T.W.A.L.K.E.R.I.R.W.I.N.P.A.H.O.T.O.G.U.I.D.E. J.P.R.T. クルズハット、官報第928号、除任1886年8月4日。ありがとうございます。